じゃあ早速なんですけど、はい、タイトルコールをお願いします。はい、略して略してポジティビ元チャンネル、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、この長いやつなし。言う、うん、これから YouTuber の皆さんとお仕事しようっていうのに YouTube やったことないし、もし万が一 YouTube やったこともないくせに YouTube のことを語るなよとかと思われたらショックだし、返す言葉もないので、 4HTV 開局記念に 4HTV 社長が YouTuber になって東京から福岡まで一般道でバイクで行ってみる企画、略して 4HTV 元チャンネル。長い、よろしくお願いします。長い長い。テレビ番組たくさん作らせていただいてきたんですよ、ここまで一生懸命お仕事して。でもなんか時代が急に変わっちゃって、 YouTube ってみんな言うじゃないですか。だからもう弊社もね、うちのチャンネルもYouTuber の皆さんとお仕事しようと思った時に、まあ YouTube のこと全く知らないと。ですごい人気でしょ皆さん。だから YouTube やったこともないのに YouTube のこと語るのもどうかなと思ったので、やると俺が。で、まあ、これからね、いろんな YouTuber の皆さんといろんなジャンルでお付き合いしていくんですけど、まあ、僕はじゃあ何やるかって言ったら、僕が得意なものってあんまなくて、ほんともうバイクぐらいなんですよ。なのでじゃあもうバイクの YouTuber になろうと。バイクに乗って旅をするんだけれども、東京から福岡まで一般道で、行ってみようかなと。まあ、なんで福岡かっていうと、俺家が福岡なんだよ。で、東京で仕事して毎週毎週福岡通ってて、たったの 1時間半で飛行機でたどり着くのに、一般道で走ったらどんくらいかかるんだろうなっていうのがもともとなんだけど、一般道だけでバイクでね行ってみようかと思って。はい、趣旨は分かりました。はい、全然関係ないんですけど、この車は何ですか？これうちのね、社員の子が自分の車使っててくれてたんだけど、あまりにもボロくて、もう本当に命の危険を感じたのよ。いつも送り迎えしてくれるのいいんだけど、でもこれダメだと思って、会社でじゃあもう社用車で車買いましょうとってなった時に、普通の車与えるのがなんか悔しかったの俺。なんかね、プリウス、自分はプリウスもらえるつもりでいたみたいなんだけど、そういうのに頭にきて、でなんか面白い車ねえかなと思って探したら、ジャパンタクシーってわかる？ JPN タクシーって、タクシーがよく使ってる、あれが売ってたからあれにしようと思ったんだけど、それ買い与えてさ、白タクとかされたらさ、会社の問題になるから、それもないなと思って、なんかいいのないかなと思ったらさ、液体窒素で走る車、トヨタのミライっていう車なんだけど、もうほら燃料入れに行くの俺じゃないから、もうこれでいいやと思って水素の車買ってやれと思って、このトヨタミライがね、車用車で、いつもふんぞり返って後ろに乗ってるんだけど、全然ねないんだって水素ステーションこの間ね、残り走れるの30ほんの30キロですってなったのに、どこにあんだよ水素ステーションっつって、ね、混乱しながら車を置いてったっていう事件があったんだけどこれ以上走れねえかなっつってやっぱね、いい車ですよこれ後ろに乗ってる風にはいじめということですね。これは可愛がりです。可愛がりです、はい、相撲部屋によくある可愛がり。なるほどなるほど、はい今日はこれからどこへ？今ね、いや僕ね、自分のバイクを使ってその東京から福岡まで旅をしようと思ってたんだけれども、僕のが持ってるバイクって35年前のバイクなんですよ。1985年の、ホンダ NS400R っていうバイクなんだけど、このバイクはやっぱ最近調子悪いっていうのもあるし、夏だからもう全然走んないのよね、昔のバイクで。で昔の日本ってこんなに暑くなかったじゃない、30年前の日本ってさ。だから昔の日本用に作られてるから今の日本に全然合わなくて、夏なんて走れねえよと思って、これもうバイク買って旅するしかないねと思って、やっと見つけたバイクが千葉の船橋にあると。ちょっと見に行こうかなと思って、
疲れ様です。あれ、はい、ちょっとどうしたんですか。悩み事があってですね、ちょっと悩みを聞いていただいても大丈夫ですかね。はい、あの僕、東京から福岡まで一般道の旅をしようと思って今いろいろ撮っていただいてるんですけども、こいつで行こうと思ってたんですよ最初は。はい、これはあの NS400R っていう35年以上前のバイクなんですけども、はい、ちょっと最近調子が悪くて、こいつ3気筒なんですけど、はい、1気筒を仕事してない疑惑がありまして通常ね、マフラーのところにススがつくんだけども、ススがつかないみたいな、あんまりつかないみたいなのがあって、ちょっと調子悪いな乗っててっていうのを感じたので、このバイクで過酷な夏、福岡まで、東京からね、福岡まで旅するのって難しいんじゃないかなって思ってます。本当はこれ僕の大事な愛車なので一緒に行けたらよかったんですけれども、しかもナンバーね、福岡ナンバーなんですよこいつ。僕の住所が福岡なもんですから、こいつを本当にね、地元に返したいって思いがあったんですけど、なかなか難しいと。今日はまだ涼しいからいいんだけど、もうだんだん夏になってくるとこのバイクがめちゃくちゃ調子悪くなってくるんですよね。35年も前のバイクなので熱だれを起こして全然パワーも出なくなるし、あと多分ねバッテリーが古いのかな、なんかちゃんと火花が飛んでない気がするんだよね。よく考えてみたらこんなバイクで東京から福岡まで一般道を走るとか無茶なことをやろうとしてたんだけど、もう多分無理だよな、難しいと思うんだよね。今のバイクみたいに性能良くないし、あと今のバイク乗ってる人はみんなあんまり知らないかもしれないけど、2ストロークのエンジンってガソリン燃料以外にオイルを入れなきゃいけないんですよ。分離式のオイルタンクっていうのがあって2ストロークオイルっていうのを入れていかなきゃいけないんだけど、そのロングツーリングの時にオイルまで持っていくのかって話なんだよね。今のバイクと性能が全然違うので、ブレーキもやっぱり弱いしね。曲がるは曲がる、レーサーレプリカだから。でも止まらない今のバイクみたいに。まあでもね、そこが好きなんだけど。なんか緊急事態宣言とか言ってめっちゃ人いるやん。あ、止まっちゃった。これがあるんだよな。ほんとさ、今最高に調子が悪い僕の NS400R です。ちょっともう諦めて、新しくこの旅のためにバイクを買うしかないかなと思ってます。で、僕はもうこういうなんていうんだろうね、旧車、古い車ね、旧車が好きなタイプの人間なんですけども、また旧車買ったら旅できなくなっちゃうなと思ったので、ちょっと今売ってる新型のバイクでね、あのバイクはどうかなと思ってるのが何車種か実はあるので、ちょっと考えたいなと思ってます。自分がローン組めるのはどんぐらいのやつかとか、はい、ね、今バイクって高いんですよ、めちゃくちゃ。750cc 以上のバイクって軽く100超えて150ぐらいだったりするんだけど、結構高いじゃないですか。次はじゃあ大型、大型、これは 400cc ですね、この NS400R、はい、次はやっぱ旅でんだったらゆっくり走れる大型のバイクにしようかなと思ってます、はい。まあ、この子はちょっと東京にお留守番、ですね。まあ、いずれこのバイクもね、乗ってるとこみんなに見てほしいなって気持ちはあるんだけど、はい、自慢のバイクなので、はい、ちょっといろいろちょっと時間ください。はい、買えそうなバイクをいくつかこう、はい、頭の中には思い浮かべているので、はい、探したいと思います。はい、わかりました。すいません、また教えてください。はい、よろしくお願いします。はい。
ところでバイクは何買うか決まってるんですか？あの今から向かってるのは、まあ、日本って、ね、4大メーカーって言われてて、ホンダ、ヤマハ、スズキ、川崎ってあるんだけど、今日向かってるのはスズキの、2019年に発売された新型の刀っていうバイクがあって、本当刀はね、日本だと1982年に初代の刀が発売されたんだけど、それのアップデート版が2019年に発売されて、ちょっとそのバイクいいなと思っていろいろ探したんだけれど、その、まあ、新車で買うとね、注文して時間がかかるっていうんで、じゃあ距離走ってない中古探そうかなと思ったらそこにあったと。で、みんな刀狩りって聞いたことあるでしょ？刀狩りなんだっけな、以降刃がない刀狩り、うん、で俺が実際にしてる刀狩りっていうのは1980年代前半にあったんだよ、刀狩りっていうのが。エアマックス狩りみたいな。そう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 、エアマックス狩りの随分昔に刀狩りっていうのがあって、刀がね発売された当時はね、セパハン、下に下がってるセパハンはダメ、風貌はダメみたいな、すごい規則が厳しくて、日本で発売された刀ってすげえアップハンドルの幸運機って言われてたんだけど、幸運機みたいなハンドルのあのかっこ悪い刀が発売されたのよ。でもこれじゃ乗れないっていうんで、その買ったみんなは海外のパーツを輸入してセパハンつけて風貌つけてって乗ってたんだけど、おまわりさんがその今ほら当時はそれ違反だったから、片っ端から刀の反則切符を切って回ったっていうのがあって、それがね、あのバイク好きの間ではね、刀狩りって言われてる。なるほど。もう実際俺が知ってる刀狩りはそっちで、豊臣秀吉の刀狩りが本当にあったかどうか俺は知らない。やっぱの一度は乗りたいバイクなんだけど、昔の刀っていうのはすごく長いバイクなんだよ、縦長のバイクなのね。だからすごい乗りにくいバイクで、歴代発売されたバイクの中でこんなポジションで速く走れんのっていうぐらい乗りにくかったんだよね。僕は1回だけ乗ったことあるんだけど、本当乗りにくいバイクで、それに比べたら新しい刀っていうのはかなりアップデートされてるから、多分乗りやすいんじゃないかなっていうのはなんとなく思ってる。乗ったことないんだけど。じゃあ今日楽しみですね。楽しみ、試乗したい、ね、試乗できるのかな。でも中古だからできるでしょ、ね、試乗したい、着きましたね。はい、到着しました。あのこちらがあのスズキワールド船橋、船橋市にあるあのスズキのディーラーさんですね。ここにあの新型の刀の距離走ってないやつがあるっていうことで、あのもうすでに電話して、ただあの急なもんですから店員さんが対応できるっていうので全部僕が説明しますので、あのよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらになります。はい、これが新型の刀ですね。あの人気の色が黒。これは新車の値段これだもんね。でここもやっぱ距離が走ってないのがあって、こいつが103キロしか走ってないやつが138万円、新車よりも30万円ぐらい安いよね。あ、20万円か安いよね、うん、人気は黒なんだけれども、うん、やっぱかっこいい刀といえばね、あのシルバー、うん、なので、いや僕はこっちを選択したいなと思っておりますけども、やっぱさ、刀って、うん、刃物をイメージしているので銀でしょ。日本刀をイメージしてあのデザインされたんですよ、初期型っていうのはね、はいはいはい、やっぱりさ刀は銀だよね。これちょっとグッて出してほしいなと思うんです。すいません、ちょっとこれグッて出して、これちょっと見させていただきましょう。そうですね、はい、はい、今出してもらいました。これね、ちょっと細かいところからちょっといじっていきたいと思うんですけども、やっぱりさ、この昔の刀はすごく長いイメージがあったんだけども、今のバイクのなんだろうね、うん、あの流行りで、うん、これもストリートファイター系のバイクなんだけども、うん、やっぱ上に行ってるんですよ。あのなんだろうね、うん、
バランスが、はい、昔は下に下にするから、これ上に行ってるから、この昔のね刀と今の刀の間ぐらいの改造を目指しながら旅できたらいいかなっていうのはちょっと思ってたりとか、うん、完全に今っぽい形ですけどね。今のタイプでね、だってナンバーとか変なところについてるもんね。あ、本当だ。これもね、僕ねあんまりこれが好きじゃないので、これもなんとかしたいんだけれども、うん、車両法の問題があって、はいはいはい、こいつを取っちゃうと全長が変わってしまうと。で、プラスマイナス3センチ以内の改造に収めないと構造変更届けっていうのをしなきゃいけないと。15日以内ね。だからこれ取っちゃうとそれやんなきゃいけなくなるから面倒だなと思って、なるほど、いろんなことを考えてね、法廷内の改造をしたいなとは思うんだけれども、これ一個問題だよね、悩むポイントですね、うん、これは。ちなみにこれ取っちゃうと、うん、3センチ、5センチぐらい、そうでしょ、うん、これもうだから、うん、反則切符切られちゃうんですよ。なるほど。15日以内に構造変更届出さないと反則切符切られる、うん、で、みんなここにこうつけるんだけど、うん、やっぱ長さの問題があるから、うん、おまわりさんに捕まって切符切られることもありうるよと、うん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 、でそれほら一応ね社会的に責任がある人間なので、うん、それはまずいと、うん、だからここのね改造をちょっと後々考えながらやろうかなっていうのは思ってるんですけど、うんうん、ちなみにさ、これはタンデムステップね、はいはいはい、これ邪魔だから取りたいなと思っても、はい、これも構造変更出さないと取っちゃいけない。幅が変わっちゃう。幅じゃないんだよね、2人乗りで申請してるから、はい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 、ステップがないのはいけないから、これ取っちゃいけないんだよね。なるほど、一人用になっちゃうから。そうだからね、いろいろあるんだよね。そっか、ハンドルの幅も非常に広いんだけど、うん、もうね、買う。え？これはね、買う、もう今日買う。足がちょっとこれなんだこのバイク、ちょっと178cmあるんですけど、はい、こんなに足がつかないバイクに乗ったの初めてですね。かかと浮いてるじゃん、これ。52歳ですよ、僕。立ちこけとかってすごい恥ずかしいでしょう。そうですね。いや、これちょっと車高もなんとかしないとダメだね、この足つき、ね、あと3cm あと2cm 下がったらべったりいくかな。これちょっと横を押さえておいてください。もう改造したときにどのぐらいになるかっていう、3センチこれなんとかして下げようか ね。安心して旅ができる、うん、足つきが悪いと怖いもんね、うん、これ買いましょう。ローン君でローン君で買いましょう。もう決定。あ、ローン大丈夫って書いてないな。72回払いぐらいで。72回。6年かけて。買っちゃった。買っちゃった。久しぶりの衝動買い。72回払いで衝動買いをしてきました。はい。納車は1週間後になります、はい、納車またちょっと来ていただいて、はい、そうですね。まだなんせね、うん、乗ってないので。そっか、試乗するつもりだったんです、ね、そう試乗するつもりだったんだけど、うん、やっぱりそのディーラーさんって試乗車とかねご用意されてないみたいだし、うん、まあ、ナンバーついてないので当然乗れないと、うんうん、でも買うしかないなって、うんうん、買って試乗します。わかりました。じゃあ来週またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。もう何か一つ変えただけで過敏な反応になる。なるほど。その僕がちょっと辛いっていうのは普通の人多分無理なんです。無理だなって。かなり気合い入れてやってるんで、パッと変えればちゃんと効くんで、こんな感じなの、ギュッと入れるように。